どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんに遊戯王デュエルリンクスというゲームがどういったゲームなのか分からせていきたいと思っております。現状のデュエルリンクス、デュエルリンクスやってなくて見てるくださってる方もいらっしゃると思うんでね、どういうゲームかっていうのをちょっと分からせていきたいなと思うんですけども、基本的にですね、ワンキルするゲームですね。はい。駆け引きありません。バック剥がして、コンセントして対戦ありがとうございました。グッド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 とするゲームでございます。こんなゲームでいいんでしょうか、コナミさん。今日はですね、召喚獣、生放送で使った際にはですね、皆さんからはいクソゲーと、はいクソゲーというコメントがめちゃくちゃ来た。召喚獣エレメントセイバーデッキやっていきましょう。新しく追加されましてね、召喚獣がね、ブルガトリオさんっていう召喚獣ってまだまだたくさんですね追加される、今OCG で制限カードのメルカバーとか、あとライディーンとかね、ああいうのも結構いるんですよ。だからまだ光属性が来てないのかな。あとは召喚獣と、なんかそのアレイスターで、召喚獣融合モンスターとアレイスターで融合するやつとかもいるんですけど、今日はですね、この炎属性と融合するプルガトリオというこの、史上最強に脳機能力の高い、殺意の高い、殺意の塊おじさんご紹介していきます。炎属性とアレイスターの融合で、このカードの攻撃力は相手のフィールドのカードの数から200ポイントアップ。まずそもそも打点が結構高くなりますよね。で、ですね、この丸2番ちょっと読んでいただけますか。丸2番、このカードは相手のモンスターに全てに1回ずつ攻撃ができると。まずんってなりますよね。んってなりますよね。で、守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。んってなりません。んってなるっていうね。炎属性と融合すると全部に攻撃できて貫通するっていう劇的にヤバいモンスターが出てくるんですよ。で、炎属性モンスター用意しないといけないんですけども、一番なんか召喚獣と相性がいいモンスターって、結構召喚獣って属性がこう変更できる、変更できるっていうか、属性をと融合するから属性が変更できるモンスターとかいると強いんですよね。なんでエレメントセイバー、これ前のエレメントセイバーデッキでもやりましたけど、霊神の聖殿っていうね、このフィールド魔法がエレメントセイバーモンスター持ってきつつ、一応その持ってくる効果使っちゃうと次 のバトルフェーズがスキップされちゃうっていうデメリットはあるんですけども、安定して持ってこれるんですよ。そのターンバトルフェーズスキップされないから、そのターンに決めればいいんですよ。そのターンに決めてしまえば問題はないという理論ですね。ということで、召喚者アレイスターを持っている場合は、霊神の聖殿で好きな炎か水か、闇はいないけど、このデッキに、この辺のやつを持ってきて、即座に殺していくというね、こういうデッキとなっております。でですね、もちろんコンセントレートという、禁止ヒット候補。これどうせ禁止になるから、そのうち禁止かリミットにかかんないけど、これ禁止でいいと思う。これあまりにもクソゲーすぎる。デュエルリンクスがクソゲーとなるゆえはこいつですからね。で、新強デッキ、ブラックフェザーとかが多いじゃないですか今。多いか分かんないけど結構強いじゃないですか。だからブラックフェザーとかをメタれるようにですね、このモーレフおじさん、モーレフおじさん分かりますか皆さん。これね、カナディア、カナディアというか月の書を内蔵していまして、霊神の聖殿がある場合はデッキからエレメントセイバーを送ると、相手のフィールド上のモンスターでも自分のフィールド上のモンスターでも裏側守備にするっていうめちゃくちゃ強いモンスターいるんですよ。だからチューナーを裏返してしまえば効果は起動できないし、雷剣とか出てきた瞬間に裏返してしまえば効果は使えないと。これがめちゃくちゃ強いんでね、猛力3積みです。であとはね、これね、霊神の聖殿でも持ってこれるように属性はこれね、炎を増やしてもいいと思う。炎を増やしてもいいと思うし、一応呼吸トス出せるように水入れてるんですけど、難しいですねこの辺は。これもねいるかどうか分かんないんだけど、ラパビラ、ラパビラ1枚入れとくと、最悪バックが除去できなかった時に霊神でラパビラを持ってきてバック抑えながら融合できるみたいなことできるんで、一応1枚あった方がいいかなと思ってますね。ただね、炎をね増やすことによって何が起きるかっていうと、この脳剣殺意おじさんを出しやすくなるんですよ。これがめちゃくちゃ強いから炎を増やしても俺はいいと思ってる。エレメントすればマロを2枚とかでもいいかなっていう
感じですね、今の環境的には。はい、ということで早速、あ、スキル窓を将来で荒井さん持ってるやつということで、早速ですね、デュエルリンクスがどういうゲームなのか分からせていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、ライフ4000がどのぐらい甘い行為なのかを思い知らしてやろう。ライフ4000は甘い、デュエルスタンバイ。ライフ4000は甘いってやばくない？これ多分殺すからね。これ次のターンに僕はコンセントを引いて殺します。オッケードロー。あー、こっち確かにか。オッケーで、コズミックサイクロン発動。コズミックサイクロンの効果、相手のフィールド上のカードを1枚を除外していく。さあどうする？コズサイ召喚獣ですか？それ大丈夫ですかね？それなんか線を払ったことによってあなたこれで死にますよね。これ結構死ぬんじゃね。これさすがにもう言うし、普通にしようかな、もう普通にして殺そうかな。あいつも守備力どうせ低いから。え、だってさ、なんかどうせゴブリンかなんかでしょ、時代遅れの。もうね、ゴブリンの時代は終わりました。ゴブリンとかね、あの裏返りの時代は終わりました。召喚師アレイスターを攻撃表示で召喚。召喚師アレイスターの効果発動。召喚師アレイスターの効果によって敵から召喚魔術を持ってくるぜ。そして召喚魔術発動。俺はテルダに存在する炎属性モンスター及び場の召喚師アレイスターを融合召喚。灼熱の炎を撒き散らせ、現れよ召喚獣ブルガトリオ。そして墓地の召喚魔術の効果発動。ゲームから除外されている召喚師アレイスターを手札に加え、このカードをデッキに戻す。ライフ4000もね、甘いですし、モンスター守備表示もマジで甘いです。ほらな、ダメージステップいいっすか。対戦ありがとうございました。コズサイは甘い、ライフ4000は甘い、守備表示は甘い、ちなみに攻撃表示も甘い。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、エスパーロバさん。珍しい、エスパーロバさんどういうデッキ。エスパーロバさん、まあ、とりあえずセットしますか。モーレフセットですかね、これ一回ね。ちょっとこれはね、若干ね、このね、あのモーレフだけ来ちゃうっていうパターン、ちょっと若干めんどくさいってのあるんですけど、ちょっと守備ゼロやから、なんか相手が召喚獣だとこいつ貫通されるっていうねのはちょっとある。若干怖いんだけど、殺されなければ安いから、殺されなければ安い、殺されなかったら多分勝てる。死ななければ殺す。ちょっとやめてください、ちょっとワンキルやめてください、ワンキルルートだけやめてください。一応ね、これね、モーレフがね、あのそのもう一体なんかそのエレメントセイバーとかが手札にあったりとか、まあ、あの静電があれば全然耐えれるんで全く問題はないんですけども、カオス操作だからなかなかおもろいカード入ってんの。 OK で7シンクロか、ブラロか、ブラロか、まあ、ブラロは別にいいや。ブラロの後殺される。俺ブラロの後アーカイドマッシュ、なるほど、アーカイドマッシュ、おー、うまいね、なかなか。そのシンクロ面白いな、魔法使いだからいけんのか。 OK、 コツさんやられた、アーカイドマッシュ。 OK、 エレメントセイバーモーレフおじさんやられた。 OK、 え、これ4000削れるの？そこまではいいよ、そこまでは OK。 でも召喚剣使ったよね、召喚剣、あ、使ってないか、召喚剣使ってないのこれ、やばい、あぶれ、セーフ。あれ、だとしたらこれは甘えでは。それは甘えでは、殺さないと、殺さなかったら殺すって言ったじゃん。で、ぼっちのレメントセイバーモーレフおじさんの効果発動、ぼっちのモーレフおじさんの属性を炎属性に変更。さあ、かけごはいいか、エスパルバ。召喚魔術発動。俺はフィールドに存在する召喚師アレイスターおよびポーチに存在する炎属性だったモーレフおじさんの魂をゲームから除外し、現れよ灼熱の炎で全てを焼き尽くせ、召喚獣ブルガトリオ。そして墓地の召喚魔術の効果発動。ゲームから除外されている召喚師アレイスターを手札に戻し、このカードをデッキに戻す。何回も言うぞ、この効果なんで。この効果なんで、バトルフェーズ。さあブルガトリオ、全てを焼き尽くせ。あれ、ダメージステップよろしい？
ダメージで召喚しアレイスターの効果、プルガトリオの打点を1000ポイントアップして、さらにコンセントレート1枚目アップした後にコンセントレート2枚目、守備表示は甘え、攻撃表示も甘え、ライフ4000は甘え、全ては甘え。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、エスパーロマさん、よろしくお願いします。デュエル3倍、なるほどな、霊神の聖伝の効果、そう、これはね、これちょっと難しいんだけど、こういう時はもうバトルフェイススキップしょうがないから、もう俺おじさんを立てるっていうパターンですね。これでね、なんとか耐えていくっていう感じですね。モーレフがやっぱなんだかんだ毎ターン毎ターン、その守備表示に、裏側守備表示にできるんで、モンスターをね、だからこれがすげえ強いんですよ、これめちゃくちゃ強い。さあ何デッキでしょうか。ランドローブ来た。ランドローブはですね、相手のフィールド上のこれ効果使った方がいいな。ランドローブは相手のフィールド上の表側表示のモンスターを裏側守備表示して特殊召喚するよっていうカードですね。だからまあ月の書打ってから特殊召喚ができるっていう結構強いカードで、モーレフで裏守備になっていく。 OK、 モーレフはこれ炎属性を落としとけば、まあ、次のターンでプルガトリオになれるんでねプルガトリオパイセンになれるんで、さあ何でいきでしょうか。おっ、アロマアージブルガモットだと、これ貫通するマンか、やばいな、ちょっと待って、あやばいちょっと、いや守備力低いんだって、モーレフおじさんちょゼロしかないから、守備力、あでも霊神で上がるか、200 OK、 コンセント、